どうもこんにちは、三つ星トリップです。で僕たち今南米のペルーのクスコで長く生活してるんですけど、今家賃1万5000円の物件に住んでいて、ちょうど3ヶ月ぐらい経つよね、うん、で実際住んでみるとやっぱり格安物件なだけに結構デメリットも見えてきて、まあそんなところを今日はちょっと紹介してみたいと思います。で実際一番思うのはやっぱ水回りかな。あーそうだね。例えばよく断水する。あーそうだね。でこの間もあの歯磨いてたらいきなり断水して、うがいしようと思って水道行ったら水出ねーってなって。そうあれめっちゃ突然始まるんだよね。そう数時間トイレ禁止みたいな出しときましょうみたいなあったりとかするから結構そこは困るよね、うん、で水の関連でいくとやっぱ結構な確率で水道水が濁ってるね。特に朝一ね。そう白濁してるんですよ。でこれ最初ちょっと不審に思いながらもう夜間で沸かしてちょっと飲んでたら、2人してねめっちゃお腹痛くなってね。そうそうそう、なんかオーナーは現地の人で、いや沸かせば飲めるよって言ってたけど多分その後お腹痛くなったのか浄水器つけてくる。そう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 今は浄水器のおかげでちゃんと水道水も、ねうん、沸騰させれば飲めるけど、うん、結構なんか歯磨いてゆすぐ時とかもね、うん、なんか気になるなと思って、うん、でももう一個水関連で言うとやっぱシャワーかな、うん、あーやっぱその水の質があんまり良くないのか、シャワー浴びた後にすっごいカピカピになる。そうそう髪の毛もギシギシになるし、うん、でプラスお湯が安定しないんですよ、ね、まあ、これはね、そこねペルーだからとかじゃなくて結構世界中そういうとこは多いけど、一つの蛇口をひねってお湯の加減を調整するんですけど、常に自分のベストの場所を探しながらちょっといじくってる感じで、まあ、日本だと結構考えられないかなって感じ。熱湯か水かね。そう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 、そこはちょっと結構気になるポイントかな。うん、私が気になるところは早朝のノックかな。あっていうのも、クスコの旧市街って結構インターホンがなくて、私たちの住んでる敷地にあのパン屋さんのオーブンを持っているお家があるんですけど、そこで早朝になんか来た人がガン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 ってその鉄の扉みたいなのをすごい勢いで叩くんだよね。それが結構起きちゃったりするからちょっと気になる。結構音大きいもんね。そうしかもなかなか出ないんだよね。そうそうそう、だから何回もやるから私たち気づいてるのになみたいな感じでちょっとだけ気になる。ほぼ毎朝6時の目覚ましみたいな感じで、うん、まあ二度寝もするけどで他に気になることって言ったら、うん、洗濯機かな。あのこのうちあの洗濯機が一応ついていて、オーナーさんからも使っていいよって言われてるから、まあ、かなりね実際のところ恵まれてる方なんですけど、うん、今まで3ヶ月住んでいて1回しか使ったことないっていうね。でそれ理由があって水道と直結してないんですよ、うん、だから全部バケツで水を汲んで10杯分ぐらい入れて、うん、で洗濯機回してっていう、まあ、そこまでだったら結構我慢できるんだけど、うん、排水を全部、まあ、なぜか家の外に流すっていう。そうだから毎回毎回洗ったら全部外に出して、また脱水の時も全部また外に水を捨てるっていう、うん、あの感じは結構不思議だよね。洗濯機使いたいってオーナーに言った時に使い方を教えなきゃいけないってやたら言うなと思って、なんでボタン押すだけなのにって思ったらびっくりしたよね。まあ全部自分たちで管理しないといけないから、毎回洗濯機使うときはタイマーかけて15分後にまた洗濯機のとこ行ってストップして水捨ててとかっていうのをやるから、うん、結構大変だし、なんだかんだもう3年半ぐらい自分たちで手洗いでずっと洗濯する生活をしてるから、うん、そっちの方がもう楽だと思ってね。服は全部手洗いしてるよね。そうだからね、結局、まあ、ここも恵まれてるけど、もし使えるんだったら全自動洗濯機っていうのでやっぱり憧れが、そうだね、出る部分はあるよね、うん、他も不満とかある？俺結構このお家気に入ってるからそんなに大きな不満はないんだけど、うん、私もほぼないけど、足っていうなら私お風呂入った時に湿気で天井がすごい剥がれてくるっていうのはちょっと気になる。なんかポロポロ落ちてるよ。そこかな。あでも俺も結構このお家隙間が多くて、あーめっちゃあるね。ペルーの建て付けなのか、うん、昔ながらだからなのかわからないけど隙間が多いから、うん、結構朝晩寒いんだよね。そうだね。なんかよく見るとドアとかすごいしなってて隙間
細かい不安とかも、まあ、ちょこちょこあるから、ね、まあ古いからね、お家がね。でもまあそういうのも全部含めてもやっぱ家賃1万5000円で、まあ、過ごせるっていうのはかなりありがたいなと思うから、うん、全然不満に感じない。そうで、このレベルがちょっと厳しいなっていう人も、まあ、実際このクスコでもここは多分かなり安い方なんで、うん、もっとちゃんと上を見ればしっかりしたお家もいっぱいあると思う、うん、もしいつかペルーとかクスコに住んでみたいなっていう人の、まあ、このデメリットも含めて参考になればなと思います。それでは私たちの話でちょっとでもクスコの暮らしが楽しそうだなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。